皆さんどうもこんばんは、稲見杏樹です。さあ、みんなとおやつのコーナーです。今日はそそくさ行かないと、まあ、溶けちゃうことはないんでしょうが、ちょっと崩れやすい食べ物です。あ、怖いねこれ、危ない、気をつけて。よいしょ。今日は紅芋生タルトというのをご用意いただきました。すごい、こうお取り寄せていただいたって感じなんですか。ありがとうございます。紹介してくれたみんなもありがとうございます。これよいしょ。これみんなが想像してる多分紅芋タルトの感じと違って、なんて言ったらいいんだろう、個包装じゃないって感じかな。私はお土産でいただくときは基本個包装で、なんかこうばらまきみたいな感じの流れでいただくことが結構多いんですけど、差し入れとか置いてあることも。なんかこれは違う、もう一個一個の紅芋タルトの型があって6個入りっぽいんですけど、なんかその型にしっかり入って、しかも要冷凍なんだね。だから解凍後はすぐ食べなきゃいけない。3日以内にお召し上がりください。あ、じゃあみんなで食べていかなきゃダメですね。1、2、3、4。あ、ぴったりなんじゃない、すごいすごい、ほぼぴったりかもしんない。いただきます。何これ、手で食べたらいいの。なんかさ、普通のいただく紅芋タルトって手で食べるじゃないですか。なんかでもこれはな、ケーキみたいな仕様になっとる。上のタルトの何部分っていうの、クリーム部分みたいなとこいただきます。うわ、勝ち、うん、まっ。いいわ別に、全然手で。あ、冷たい。うん、うまっ。あ、重いもんだって、持った感じがもうどっしり。うん、これはもうケーキだね。普段食べてるあの紅芋タルトとはマジでわけ違うわ。すご、沖縄キラリ紅芋生タルト、すげえ。うわー、しかもなんかあるじゃないですか、製造元とかの後ろに表記があると思うんですけど、沖縄県以降一個も読めない。なんて読むんやろこれ。なんかあの本を読むとかの読むって字に谷、やっていう字に村、これなんて読むんやろ。毒、いや毒とは読まんよの多分、よだに村かな。その後だって漢字の字に宇治抹茶のうに座るって字、自由座、読谷村、読めるか、読谷村、あ違うわ、読谷村か、村で読谷村なんて読むやろ。この後字十座かな、漢字の字に宇治抹茶のうに座る。いやこれ読谷村って、そんな可愛い、読谷村可愛い、その製造元も分かんないもんね。すげえな、沖縄行ってみたい。一回も行ったことないんでね。うわー、沖縄の料理店でバイトしてたことはあるのに沖縄行ったことなかったんでね、嫌に詳しいは詳しいんだけど。大好きなんだよな沖縄の食べ物とか、いつか行ってみたいなと思いますね、お仕事とかで機会があれば。その際はぜひ皆さんも生タルトとか買ってみてください。あ、これは美味しいわ、ありがとうございました。さあ来週の分決めていきましょうか。あとでね、ゆっくり食べながら放送やっていければいいかなと思いますね。キャストネーム、ひらがなで招き猫さん、ありがとう。あーちゃん、おこん、おこん。紹介するおやつは3種の野菜チップスです。何、私がなんか減量してんの知ってる。レンコン、かぼちゃ、さつまいものチップスで健康的で単価128円と お買い得なので、お財布に優しい一石二鳥の商品なのでおすすめです。イオンに売っているのでぜひお手に取ってみてください。あ、イオンだったらどこにでもあるじゃないですか。ありがとうございます。どの地域にもあるからな。へえ、
じゃあ来週はイオンに売っている3種の野菜チップスを皆さんご用意ください。ちょっとこんな機会でもないと野菜チップスなんてね食べないから、ぜひ一緒に食べてみましょう。それでは本日もこれより上演を開始いたします。ラジオカーテンコール。皆さんこんばんは、稲見杏樹です。この稲見杏樹のラジオカーテンコールは舞台のように皆さんと私で一緒に素敵な空間を作っていきたいという願いを込めたラジオ番組でございます。あ、スプラスリーフェス始まりますよ。今だって予備祭やってるもんね。ヤギちゃんはやってますか、予備祭？あー、もうさすがです。ホラガイ手に入るんでね、ガチャとかもいろいろ引けるんですよ。そう、私は水をちゃんと選びました。宣言通り水。いや、めちゃくちゃギリギリまで炎と迷ったけどね、やっぱり打つ方が好きすぎるからと思ったけど、水陣営にしましたね。皆さん一緒に頑張りましょう、お水の皆さん。さあ、予備祭もねちょこちょこできているかななんていう風に皆さんも思いますけれども、私もチラチラこの輪がチラチラできてるかなって感じですかね。でもそんな長くはできないんですよ。もう結構最近は今ちょうどピークぐらいで、ちょっとヘトヘトかなぐらいな感じ。まあでも生アタルト食べたからまあうまいなって思えたから大丈夫マジでヘトヘトにはなってきてるけれども、元気はあるんでね、お家で美味しいもん作って自分で食べたりとかもできてるんで、まあまあそのぐらいの気力がある程度には元気ですけれども、今日もみんなとおしゃべりをしている気持ちになりながら、ちょっと元気いっぱい頑張っていきたいと思いますんで、最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。稲見杏樹のラジオカーテンコール。改めまして、稲見杏樹です。では皆さんからいただいたメールのご紹介。まずはキャストネーム、ザかな、ジかな、迷うよねこれ。ジマウンテンにしとこう、そっちの方がかっこいい気がする。ジマウンテンさんからいただいてます、ありがとうございます。稲見さん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。毎回楽しく聞かせていただいてます。あー、どうもどうも。少しずつ秋の様子が冬へと移り変わりつつあり、温かい食べ物が美味しく感じる季節になってきました。先日東京へ用事のついでに、東京で行われているラーメン祭りに参加してきました。なんだそれ。どのお店も自分の魅力を遺憾なく発揮していて満足することができました。皆さんはどんなラーメンがお好きですか、といただきました。ありがとうございます。ラーメンね、ちゃんぽんはこの間パパと食べたけど、ラーメンしばらく食べてないかも。私はもうずっと言ってるけど、皆さん丸源ラーメンって知ってます？私はもうそれが大好きなんですよ。丸源ラーメンのつけ麺大好きなんだよ。美味しいんだよね。なんかもみじおろしみたいなのが入ってて、ちょっとこってりめなんだけど、もうなんか疲れた日とかはパパに連れてってもらって、もうニンニクチップみたいなのがあるんですけど、それをもう山ほど入れて食うのが最高なんですよ。まあ、メインは肉そばなんですけど、私はあの肉そばに入ってるお肉をたくさんは消費できないので、いつもそっち食べるにしてもパパにちょっとあげるんですけど、ラーメンはその丸源が大好き、めちゃくちゃ好き。でも基本的には昔は醤油とか中華そばみたいな、そう、中太縮れ麺みたいなのがすごい好きなんだけど、一蘭に目覚めた大人になってから一蘭に目覚めた。うまいな、一蘭とかああいう細麺豚骨は本当美味しいと思った。すごい好きですね。紅生姜とかちょっと大人じゃんみたいなに思えるようになったかな。結構そういう系のラーメンも最近は好きで、パパが味噌ラーメン大好きなんで味噌ラーメンも割に食べるけど、いわゆる二郎系ラーメンっていうのは食べたことがない。すごいって言いますよね、二郎系って。私は食べれない気がする。まあ、いつかチャレンジしてみてて、企画がない限りは食べないと思うわ大食い企画とかが行われない限りは食べることないかなと思いますね。割と胃もたれしやすいんで。
や二郎系は食べたことなかったり、あと塩も食べたことないかも。塩ラーメンってあんまちゃんと食べたことない。うん、なんかばあちゃんとかが作るいわゆる大きめな鍋で煮込む系の塩は食べたことあるけど、お店で塩選ぶことないかもあんまり。でも女子は塩好きって言いますけど、いやなんか大丈夫かな。まあまあまあ気持ち的には女子なんですけどね、なんかうん、そっちに行かないよね。うん、だからいつか食べてみたいなとは思うけど、醤油味噌そういう細麺豚骨系は好きですね。うん、かな。みんなはどんなラーメンが好きかぜひぜひ私に教えてもらえたら嬉しいです。またどっか行く、ミュージカルで遠征出てたみたいなタイミングがあったらね、それこそラーメン食べ行くっていうのもあるかもしれないんで、情報お待ちしてます。さあ続いてキャストネームトマト&キャベツさん、ありがとうございます。ひなみさん、リスナーさん、おばんです。おばん、僕のヒーローアカデミア G ウルトラステージ平和の象徴の、ブルーレイ届きました。ありがとうございます。私も届きました。4月に大阪公演を観劇する予定だったのですが、残念ながら中止となってしまい、いやもうその際は本当申し訳ありませんでした。とても悔しかったです。そうだよね、私たち自身もすごく悔しいながらも、ちょっとなんか複雑な気持ちがすごく大きかったのでね。しかしそれから YouTube に出ていたゲネプロの映像を何度も何度も見て元気をもらい、期待を膨らませていました。あー、もうそういう形でゲネプロの映像が役立っているっていうのはありがたいですね。そしていざブルーレイ見てみると鳥肌と涙が止まりませんでした。素敵な作品を届けてくださりありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやそうなんだよね、あのやっぱり普段この作品では戸賀卑弥呼役として出演させていただいておりましたけれども、あすごいね、ヤギちゃんっていうかこのメールをこのタイミングで、今朝実は今年の6月ぐらいに LINE ニュースで何これっていうのを見て、まあいわゆるヒロアカグッズなんですけど、あー Wi-Fi ブースあるあるっすよね、もう Wi-Fi もあれも届かんっていう、ちょっとあの正式な名前は今ちょっと Wi-Fi が死んでるんであれなんて出せないんですけど、あ扉開いてくれたみんな、あすごい、えすごいね、ブースの扉をちょっと開いただけで Wi-Fi が入る入るぐんぐん入るすごいね、ぐんぐん入るやん。あーでも開いたはいいけど英語が読めんかった。ゆうてこれ読める、ヤギちゃん、これ私は読めないのよ英語が。ゆうトレジャー、あーありがとう、読めないわ。ゆうトレジャーさんのオンラインショップで、あの僕のヒーローアカデミアのメッセージリングっていうのが出てたの。まあ要は指輪なんだけど、そのまあ彼女の言葉が入ってるリング、英語で入ってるんだけど、それの戸賀卑弥呼があったんですよ。で6月に何これと思ってその LINE ニュースから飛んで見つけて、高いよ、高かったんだけど即買いで、届くのもずっと奥なのに、いや頼もうと思って、なんかその瞬間パッと頼んじゃったのよ。まあ、ちょうど彼女にの何その生きてる時間に触れてたからっていうのもあったんだけど、そのブラックコーティングの指輪買っちゃって今朝届いたんよ。そういえばちょうど11月の上旬ぐらいから発送開始ってだったら、そろそろかなってちょっと気にかけてたらちょうど届いてな、めちゃくちゃ嬉しかった。まだ開けてないんだけど、消してくればよかった、めっちゃテンション上がった。なんかそういうおしゃれなキャラクターグッズってめちゃくちゃ嬉しくないですか。なんか私はあのヒロステっていう舞台の方で戸賀卑弥呼役を演じさせてもらってるんですけど、関わらせてもらった彼女への愛着がやっぱすごく、まあなんか寄り添い方がすごくね、いろいろあるんですけど役によって毎回毎回、もうねすごい嬉しくて身につけたいと思って買っちゃったんですよね。今日帰ってから開けるのが楽しみですみんなもよかったらちょっと調べてみてください。手に入るかどうかは分かんないんだけどね。さあ続いて、キャストネームひらがなでむぎゅんさん、ありがとうございます。あんちゃん、キャストの皆さん、スタッフの皆さん、おこんです。おこん、あ何これ、あ
なるほどね。214公演、このラジオのね214公演で猫のことをお話しされていましたが、奇遇にも今年の8月中旬から我が家で子猫を2匹飼い始めたばかり、あ、2人飼い始めたばかりだったので、個人的には結構タイムリーな話題でした。ああそうなんだね。実家にいる頃は、犬を飼っていたのですが、大人になってから猫の魅力も分かり、ずっと飼いたいと思っていたので夢が叶いました。あ、やっぱ変わるよね。なんか私もワンちゃん一択だったんだけどね。うちの猫ちゃんたちはもともと目も開いていない頃に母親に育児放棄されたのか、孤独で命すら危険だったところを保護された子猫ちゃんです。保護された後はボランティアさんのところで2ヶ月ほど過ごした後に縁があって我が家で迎え入れることになりました。命あるものを育てていくということは責任も問いますし、だんだん育ってきてテーブルの上に乗られるようになったり、トイレのお世話などいろいろ苦労もあります。しかしそれ以上にとても可愛らしく愛らしくて、新たな家族を迎えられてとても幸せ幸せです。あんちゃんは現在お家にワンちゃんがおられるようですが、飼い始めたきっかけは何だったのでしょうか。もしこのラジオや他の場所ですでにお話しされていたらすみませんが、この場合でもその場合でも改めて教えていただけると嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。あ、お写真ついてます。超かわいい。トラっていうんかな、こういう種類ってね。トラと三毛猫だよね多分。あ、私が見てる YouTube チャンネルの子たちに似てる、ツナマヨチャンネルさんっていうチャンネルがあるんだけど、私大好きでいつも見てんのよ。ツナちゃんとマヨちゃん超かわいいよ。みんなもちょっと見てみて。ツナマヨチャンネルの2人にそっくりや。かわいい、めっちゃかわいい。なんかね、昨日もたまたまお仕事帰りに、ちょっとまだ時間が日がまだあれだったんで、沈む前だったんで、ちょっとペットショップ覗いて猫ちゃん見たんですよ。可愛かったな。ラガマフィンっていう子がいて、すっげーふわふわで可愛くて、もうめっちゃいいなって思ってた。でもやっぱなんか不思議な、ワンちゃんを飼ってる身としてはなんだろう、不思議なんだよね。なんか何その動きってのが猫の方が多い気がする。見たことない動きを結構してることが多いなって思うから、飼ったら飼ったで全然環境違うんだろうなっていうことは毎回思いますね。うちはなんかね、すっごい昔の話なんだけど、なんかその子猫子犬店みたいなのがあったのよ。大きい催し物みたいな、今でこそねコロナでそういうのなくなっちゃったと思うけど、なんかフェスみたい、フェスティバルみたいな、ちょっとそういう祭典みたいなのがあって、そこに家族で足を運んだことがきっかけでしたね。もともとはワンちゃんが好きだったりとか動物が好きだったんで、じゃあ家族みんなでそこ行ってみようって言って、本当に見学のつもりだったっていうか。でも行った時にうちの子がなんかね、ダックスを2人お母さんが抱えてたんだよね。で、見てこの子かわいいよなんて言って、そう自由に触れ合いしてよかったからね、見てって言って、この2人かわいいねって言ってて、ほんとそっくりですよ。兄弟かなって思うぐらいそっくりで、んでそのうちに来た子がお母さんのことをすっすごいベロ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 舐めて、わーかわいいってなって、すごいベタ惚れだったんですよ、お母さんとうちの子がね。でそれをきっかけに、あ、なんかその時めちゃくちゃ母親の記憶ばっかり、パパの記憶が全然ない、なんか運転してくれたぐらいの記憶がない。でもその時パパにもすごいベタ惚れだったんだと思うんだよ確か。んで私も触れた時にすごい優しくしてくれたのがうちに来た子で、あ、じゃあこっちの子お家にお迎えしようかって言って、家族満場一致でお迎え入れた。だからなんていうの、愛嬌振りまくのがすごい上手だったんだよね、うちの子が。めちゃくちゃんで、すっごい上手だったんだと思う。ほんでうちに来たんだよ。そっからずっと生活してて、だからでもその時私も中学校上がるぐらいか、中1ぐらいか、もう引っ越してたから、その時に来た子なんで、もうだからその実家の家ともずっと共に
私たちは成長してきたぐらいな感じだね。中1の時だった気がする。小6か中1かどっちかだった気がするな。そうそうそう、なんか弟だったもんほぼ。その時からずっと弟って感じ、でなんかもうお互い喧嘩もするし、あーとかやられたらおわみたいな喧嘩とかもするし、すごいなんか兄弟感で育ってきてるかなって感じはしますね。猫ちゃんもねマジできっかけないとこういうことにはならないと思いますね。私もやっぱこうね、動物に対してもいろいろ大変ですからね。本当に生き物っていうのはお迎えするっていう時絶対覚悟が必要だし、知れることもたくさんあるけどマジで大変だから、お散歩とかもあるしいたずらとかも当たり前にするから、そんなもう自分の子供と変わらんぐらいな感じだと思うんだよね、大人からすると。そういう気持ちで迎え入れないとね、やっぱ絶対ダメだと思いますね。生き物は本当に大変だけど、でもその先にすごい愛情がたくさん芽生えますからね。ぜひぜひ皆さんもね、こういう、あ、うちにいるよっていう子紹介してもらえたら私が癒されます。さあ続いてキャストネームカタカナでズーマさん、ありがとうございます。あんちゃん、コンコンです。コンコンです。112回公演の RCC で自転車買ったとおっしゃってましたが、みんなよう覚えてんな。僕も趣味でクロスバイクに乗っています。クロスバイク？僕は一人旅が好きで県をまたぎ好きなアニメの聖地巡礼をする時もあります。ああなるほどね。前回の一人旅はあんちゃんも思い入れのある、静岡県沼津市に行ってラブライブサンシャインアクアの聖地を回ってきました。なるほど。富士山と沼津の綺麗な海沿いを走るのはとても気持ちよく最高の一人旅でした。あの海沿いの道すごい気持ちいいよね。私もすごい好きなんですよね。お写真ついてますね。あら、富士山と。クロスバイクって何？マウンテンバイクは知ってるけど、クロスバイクって何が違うんだろう。チャリじゃないってことでしょ。ママチャリとかじゃないってことでしょ。チャリってなんでチャリって言うんやろうな。だって自転車でしょ。一個もかすってない。あ、チリンチリンのこと？おチャリンチャリンってこと？めちゃくちゃ由来ダサくない？だって自転車なのにチャなんて一個もかすってないですよね。チャリンコなんだろうね。めっちゃ不思議。最近そういうのが気になるんですよ、この年になって。いやなんかよく使ってるけど、これって結局なんでそんな由来、どういう由来から来てるんだろうって結構あるんですよね。不思議。クロスバイク不思議だな。私のって何？バイク、マウンテンバイク系なんだけど、まあ私が持ってんのは割と山道大丈夫みたいなごついやつなんだけどね。いいなぁ。でも最近私折りたたみなんですけど、普段は室内に置いてて、だからねマット敷いて室内に置いてんですけど、いやー最近触れてないのよなぁ。でもちょうど良くないですか、今自転車とか、まあ、バイクとかすごいいいよね。めちゃくちゃゆっくりそういう風にしたいな。県またぎの一人旅最高っすね。ちょっとそういうのしたいなマジで。そうでもしないと。そうでもして外の空気を吸わないと。やっぱね、室内仕事のこう難しいところですよね。外の空気が全く吸えないっていう、この天気が良かろうが悪かろうがっていう、その大変さはあるよね。と思うけど、今舞台やってないんでね、ちょうど終わったばっかだからさ、稽古場とか行ってでみんなでこうちょっと外の空気吸いに行くとかもできないからね。やっぱもうこのお仕事の一番私が大変だなって思うとこなんですよ最近。なんかもうブース入ったらこもりっきりじゃん。それがもうねめちゃくちゃ大変だなって思う最近。もう結構長時間が多いんですよ最近やってるお仕事が。みんなにまだ未発表なことではあるんですけど、もうだって5時間6時間ぐらいずっとブースの中に一人ぼっちじゃん。切ないよね。ほんと切ない。で帰ってくるのはヘッドホンからのそのディレクションだったりとか直しとかなわけじゃん。なんかいや切ないよね。と思っ
今可愛いペンケース持ち歩いてんすよ。私ぬいぐるみみたいなペンケース持ち歩いてて、それを見て触るとな、なんか一人じゃないって気持ちになるよ。マジで孤独との戦いだなと思いながらやってますね。まあ両方のお仕事をやってるからなんでしょうけどね。その舞台で体現もやってるし、こっちの声のお仕事もやらせてもらってるから感じるあれなんですけど、最近ね、好きなあのお菓子を持ち歩くにも可愛いポーチにしようと思って、恐竜の可愛いポーチにしてみたりとかね、結構してたりするんですよ。なのでみんなも意外とリモートが増えて、まあリモートだったらまだいいかもしれん、まあお家に入れるから、じゃなくてもうこうパソコンと向き合うお仕事だよっていう人もいっぱいいると思うんですよ。応援してくれてる人の中にも皆さんのちょっと癒し環境づくりをぜひ教えていただきたい。私は一回今ぬいぐるみみたいなペンケースで癒されてる。もうそこだけ今そこを頑張ってますね。なんでもしよかったらそういうこともぜひお便りにして送ってきてくれると嬉しいと思います。それでは、間違えた、ここで一曲お送りするテンションだったよね今。びっくりした今自分でも。それではじゃないのよ。あ、びっくりした、流す曲ないからまだ、びっくりした。さあ皆さん、たくさんのメールありがとうございました。エンディングで言う宛先までこれからもどしどしお送りください。お待ちしてます。南アンジュのラジオカーテンコール、そろそろ閉園の時間が近づいてきました。この番組では皆様からのメールお待ちしてます。宛先はアンジュアットマーク joqr.net、 アンジュの綴りは ANJU です。それぞれのコーナー宛ては懸命にコーナー名入れてお送りください。番組内でメールを紹介した方には番組ノベルティのステッカープレゼントしています。住所氏名お忘れずに。そしてこの番組 YouTube にある、おー、スラッと入れたな、文化放送 A&G のチャンネルにて各回2週間アーカイブ配信をしております。毎週木曜日21時頃の更新です。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。さらに番組公式ツイッター稼働中、ぜひフォローしてください。ツイッターで感想つぶやく際は推奨ハッシュタグ小文字で ANJU アンダーバー大文字で RCC つけてくれるととっても嬉しいです。さあ、私からのお知らせは、12月25日日曜日に EX シアター六本木にてミルタンドレス単独イベント開催いたします。チケット情報など随時出ておりますので、詳しくはオフィシャルファンクラブサイトイナミンタウンをチェックしてください。ツイッターさんもあるのでぜひぜひよろしくお願いします。今回はですね、オリジナルデザインチケットというのを、オリジナル封筒にてお届けしておりますので、ぜひぜひその辺もチェックしてみてください。これはですね、ちょっといろいろと期日があると思いますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。続いて東京セブンスシスターズの、アニバーサリーライブの方に出演させていただきます。11月19日土曜日、11月20日日曜日の両公演に出演いたします。よろしくお願いいたします。そして番組からのお知らせです。番組グッズを文化放送ウェブ通販サイト A&G ショップで販売しております。詳しくは番組の公式ツイッター見てみてください。さあ、今回もまもなく終了となりますけれども、ベニーモタルト3分の1まだ残ってる。だから意外とやっぱこういうのはゆっくりお茶とたしなむ系なんですね。いやでもこれめちゃくちゃ美味しかったよ。みんなぜひ食べてみて。普通のベニーモタルトも大好きなんでね、機会あったらまたちょっと食べ比べとかもしてみたいですね。美味しかった。ぜひぜひ皆さんもおすすめです。ではお相手は稲見アンジュでした。またのご来場お待ちしてます。